毎度アジです。取られた。取った。奇跡の時代って何？またそうやってさ、人のさ、黒歴史をさ、掘ろうとするやろ。いや、これ仕方なくて、なんかあんまコメントとかって反応しないようにしてるんですけど、そうね、まあ、僕らって奇跡の時代の指導生、森園の成長みたいな書くじゃないですか。オレハラとかね。オレハラとか、そしたら奇跡の時代って何って来るわけです。そうやろな。まあそらそうや。今までも動画の中で結構解説してるんですよ、はい、奇跡の時代っていうのはこういうのでって、でもなんかそういう疑問がある人に、まあ、タイトルで奇跡の時代って何ってあったらすぐ見てくれるかなって、って思ったので本編で奇跡の時代について話そうと思いました。取り上げるんか。くそー。反射つより顔赤くなる自信あるね。聞くがよいよ。何年頃ですか。何年？山岸さんと俺大手2年やろ。森荘と大手6年ぐらいやろ。高校出てからでしょあれ。ってことは4年ぐらい。3年ぐらい。あ、それお前21やまだ。まだって言い方。まっすぐ俺を年取らすからほんま。いや自分と会う前からやってました。やってたと。ああ。やってたかな。2、3年かな。だから2022年ぐらいかな。2021年、2年ぐらいから2023年のこう6月とかその辺までかな。そうぐらいですかね。5月とか野球の見方始まったちょっとで多分やめたと思うから。そうそうそう、野球の見方ぐらいでやめてるかな。奇跡の時代っていうのはその2年ぐらいの歴史があったと。そうですね。どんな時代だったんですか。森荘とか俺原ってその前からなの。俺が奇跡の思考法とか言い出す前からいる子たちで、その間にいた子たちはもういないよね。もう指導してないっていう形になるんですけど、まあそうね。どういうあれだったかっていうと、僕が指導でお金を稼ごうとしてた時期の頃ですね、振り返れば。そのなんとか指導でお金を稼いで、よくあるじゃん、自分の好きなことで稼ぐ。あ、それをしたかった時期。野球ビジネス、俺だけの心理がね、まあ、もちろん勉強はしてたつもりだったし、実際打てるようになるとも思ってたし、ただそれをビジネスにつなげようとしてた時期だよ、端的に言えば。で、奇跡の思考法っていうのが、まあ、誰でも打てるようになるよみたいな。そうそうそう、思考さえ変えれば。だからまず考え方というか思考を変えないとダメだよねっていうのは、まあ、あって、で、それを奇跡の思考法とか言って売り出そうという形を取ってたよね。今も考え方大事って話してるじゃないですか、で、今のじゃあその考え方と奇跡の思考法の考え方は違うんですか。違うんです。ちょっと説明していただいてほしい。そのなんか物理的な話をしてたと思う。あー、ボールってこうやって飛んでくるよね、じゃあバットってこうやって振ったらいいよね、ボールを飛ばそうと思ったらこうだよねみたいな話をよくしてた記憶はある。まあだから本編で言ってたことをもうちょっと詳しく話してるみたいな、物理の本とかちょっと読んでやってたような気がする。今が濃すぎてもうちょっと昔のことあんま覚えてないけど。でもなんかそれって、まあ、今だけ聞いたらなんかすごい勉強してるなって思うじゃないですか、多分こそっちの方が多分今も受けると。そういう話聞くじゃないですか、角度とか。そう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 。その時と今のとこ圧倒的に違うポイントみたいなのあります？今分かるのは、今の方がその野球というものに対してちゃんと見れてる、バッティングというものをちゃんと見れてる、まあ、ここがバーってこう四季があって最後の答えが飛ばすだったの当時って。でも今は打つの当たり前じゃんって思うかもしれないけど、これをごっちゃにしたら多分めちゃくちゃややこしくて、ここって明確な差があるの。飛ばすための物理的な法則は多分存在すると思うのよ。昨日たまたまあの伝次郎先生の YouTube 見てたらそれが出てきてんけど、たまたまそんな感じであると思うのよ。でそう考えたらこうだよねとかも考えれるんやけど、でもじゃあそれをどうバッティングに落とし込もうって考えた時にややこしくなる。そこをベースで考えたら今はちゃんとストライクゾーンでバットでボールを打とう、前から来るボールを打とう、そこがベースであり、そこの答えの部分になってきている。ここが大きな差かなって思ってます。確かに。飛ばすっていうことと打つってことをごっちゃにしないみたいな、ところってめちゃくちゃ重要やなって。でもめちゃくちゃ重要ですね。でも多分昔は飛ばすイコール打つやと思うんですよ。
そうなんですよ。だから打つ前提、打てるは前提みたいな感じ。打てるが意外と難しかったんです。そう考えてみると、やってみるとなんとなくやってたけど難しかったみたいな感じですよね。昔は本当にビジネス思考で始めて、だから人々をすぐ納得させるためになんか分かりやすいというか物理の話して食いつき求めて、まあね、飛ぶからでもそんでいいでしょそういうところだったんですよね。だからビジネスっていうか、まあ、その分かってもらおうってこう考えた時にソースがあるものって信頼されやすいのよ、うん、で俺当時使ってたソースはだからメジャーリーガーとか、うん、でメジャーリーグのその研究をしている人の、まあ、記事だったりとか、まあ、論文みたいなやつとか、まあ、セイバーメトリックスとかあるじゃん。ああいうのをソースとして喋ってたから、言ったらなんかもうすごい強いバックがいるみたいな状態で喋れてたの。言われても根拠あるんで、そうそう研究でこう出てるんで、そう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 。でそれってだから、まあ、もしなんかこう、まあ、アンチみたいな人がバッと来たって跳ね返せるんよ、うん、バックが強いから、うん、この人がこう言ってるとか。そう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 。俺あのロンスタイルの漫才であのさんまさんの意見を持ってきたらお前のクソしょぼい意見もムキムキの意見になるやんけっていう石田のクソコンめっちゃ好きやねんけどまあ言うたらそういうこと。偉い人の意見は通りやすいの。あシンプルに、これも人間社会においてね、うん、っていうのをベースで持ってきてって、だからその認められる、受け入れられる、でそれでこんだけ勉強してる人なんだったら大丈夫だっていう信頼を得たかった、それで指導をしてお金を得たかったっていうのが当時だよね。でも今はまあ実際根拠とかっていうのは、うん、僕らも適当にやってるわけじゃなくて探してやってるけど、もちろんサンプル数も少ないし、まあ、納得させることは結構難しいじゃないですか。難しいですね。だからなんかまあね、毎回こう夜間みたいな空間来るけど、まあ、それでもなんか今これの方が打てるようになるっていう事実もあるから、逆にもう根拠とかを探しに行くじゃないけど探求していくみたいな方向になってるから、後ろ盾がない状態で戦うみたいなところになってるから、それはおかしいなって思われるのも仕方ないけど、こっちの方がいい方向に向かってるなっていうのを感じますね。そうですね。だから目先のお金を追っかけたら俺が前やってた方が多分儲かる。僕もなんかメジャーリーガーの話出してる方が食いつきいいっすもん。でしょうね。昔のあのメジャーリーガー大好きだった、うん、そうそう、山木さんと最初おった頃は僕メジャーリーガー好きでみたいな話で最初打ち解けてるからね。打ち解けてるからそこきっかけで、そう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 。でもそこにもう今面白さはなくて、今は自分たちのこの探求って言ってる、まあ、この活動を通じてどういうバッティングをしていって、じゃあもっと打てるようになるよ、もっと打てるようになるよっていうところが今めちゃくちゃ面白い。多分なんか面白いなって思いながら見てる人もいると思うのよ、この YouTube を、うん、野球の見方を。ザイツチャンネルやからあんま知らないザイツチャンネルを。アツさんの編成見てたら、はい、納得させようとか会話を成り立たせようとしていた昔と、純粋に野球を探求しようとしている今みたいなのがなんか思うんですね、最近。あるかもしれんね。メジャーの話が盛り上がってた、盛り上がってたじゃないですか。でそれってでも深い話にはならなかったじゃないですか、うん、けど今の方がそういう話題を出さなくても深い話できてるっていうのは、なんか奇跡の時代からのこう成長かなっていう、お互いにね、はい、感じますね、はい、今の方が絶対その深い話、深い関係性っていうのがあるし、これ面白いと思ったことしかやりたくないのよ今。あ、うん、だから今そのなんかまあ野球をねやってるんですかみたいな話でこう初対面の人とか言われても、逆に会話が難しい。いや、めっちゃ難しいですね。わかる、うん、めっちゃわかる説明できんもん。説明ができんのよ。だからそういう時用の会話の引き出しは持ってんの。ああ、いや絶対持ってた方がいいっすよねこれ、うん、ああ、そうね、サトテル、うん、でかいよねとか自分は持ってません今指導者の松浦さんからの意見聞いたんですけど、指導生の森荘さん、うん、奇跡の時代と今めっちゃ大きく変わったじゃないですか。めちゃくちゃ変わってますね。練習方法も変わったよね。練習方法ももちろん変わりましたね、うん、まずその考え方っていうところも、うん、もちろんどう飛ばすか、どうやったら飛ぶかっていうのをすごいこう教えられたし、まあそういう考えをしようっていうふうに、まあ、自分でも思ってたんで、だから、まあ、どうやったらボール飛ぶかっていうのを考えて練習してた。
オキティを使ってこの動いてないボールをどうやって飛ばすかっていうのをよく教えていただいてました。動いてないボールを飛ばせないやったら動いてるボール無理やろみたいな。あ、そう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 、勢いゼロのボールを何メートル飛ばせるかが打者の能力やみたいなこと言ってた。そう言ってました。かっこいいっすね100メートル飛ばせるのが基準っつって言われてましたね。今は打つこと、ストライクゾーンをしっかりコンタクトすることを、まあ、考えて、どうやったらそのストライクゾーン、まあ、9マスってこう一般的に言われるゾーンをどうすればコンタクトできるかっていうのを考えてるんで、飛ばすっていうことも全く使わなくなりましたね。使わんね。その指導のラインの中で、ね、森荘だけじゃなくて他の子にもその飛ぶ飛ばないみたいな話はあんませんかな。使うワードとして使うことはもちろんなくはないんやけど、飛ぶが基準やから飛んでなかったら不正解やったっていう感じ、うん、当時はそんな感じでしたね、うん、でも森荘は飛ばそうと思ったら今昔よりも今の方が飛んでるんでしょ。飛んどんなね。だって当時さ、ハングがグラウンドを取った時に試合終わってから練習してフリーバッティングとかやっても全然ホームラン打たなかったもんな。そうですね。俺はまあそこそこパンパンパンってそれこそ吉野とかやったら入っとったけど、はい、ほぼ入らなかったもん。いやもうほんまに1本しか覚えてないんで。ああそんなもんやと思う。今となってはパン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 飛ばすなくなるから、ハングはバッティング練習しないでくれって言われてるらしいから。奇跡の時代から見て厚さも変わりました。やっぱ厚さ、まあそれこそほんま言葉使う言葉、うん、飛ぶがなくなったっていうのもそうですし、飛ぶぞ奇跡の思考法って言ってたぐらいなんで、答えを出してるっていうか、それがすごい多かったなっていう印象はあるんですけど、それがどういう風に考えを持つっていうのが大事で、もほんまにこう一緒に建設的にやってる感じがするんで、そこは前と違うかなと思います。人それぞれとかさ、個性とかもさ、はい、使わんとかって。使わん。人それぞれだよねみたいな話って何の話でもこう出てくるワードやけど、人それぞれっていう前にそこに合わしに行く努力をしたかっていうのはすごく言いたいところではあったりもしますね。僕は何でも OK なんじゃないですか。そう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 、だからね、もうそれで言うたらもうほんまサッカーで手使って使ったらもうそれも個性やになってくるのよ、究極言えば。うん、野球はそのルールっていうか競技としてあって、うん、その中で僕らが今やろうとしているやるべきことみたいな部分を型として考えてやること、うん、でその同じ動きしようと思ってもできないからっていうところもあるし、最初からなんか全く違う方向に、あらぬ方向に行くっていうのはもったいないなって、そっち肯定されちゃいますからね、うん、っていうのはなんか1年間すごい感じましたね。個性だったりとか、俺らもこの先出てくるかもしれんじゃん、うん、探求していったら、こっからも個性の話かもしれんなと、うん、とかなってくるかもしれんけど、だから俺らの現状現段階のだけの話をするよ。その話だけすれば今個性とか言ってられない、うん、言ってる場合じゃない。でも出てこないですもんね。出てこないっすねっていうことを踏まえてほしいかなって思う。長くなりました。はい、はい、奇跡の時代、これで分かったんじゃないでしょうか。もう全部分かったと思います。だから端的に言うと満足納得ビジネス。そうですね、満足させる納得してもらう金を稼ごうとしていました。もうこれでいいよな、もうこれでもう終わりでいいよなこの話はもういいやろ、もういいよな。完全版、完全版、もうこれもう、あ、もう決定版。奇跡の時代シリーズ最終回最終章、最終章、もうこれはもうほんまにもう最終回よ。もうこすり続けよう。もうだってもう2クールの最終話ぐらいのもんやもんね。じゃあ最後に奇跡の思考法はあるかないかを教えていただいていいですか。ねえよねえよ、即答やった。ねえつらかったこの時間奇跡の思考法はないということで、本日の動画以上となります。友達とかね、この YouTube、 俺の YouTube 見てね、奇跡の時代って何やろって聞かれたらこの動画を勧めてください。もうこれ、もうこの動画に全て入ってるよ。スクロールしたら3年ぐらい前の動画って多分残ってると思うんで。やめろよやめろよ、公式 LINE では奇跡の…やめろって年上やからというわけで本日の動画
以上となります。それでは失礼します。失礼します。うわ、待て、よっしゃ、よっしゃ、おっしゃ、いった、うわ。